皆さんご機嫌いかがでしょうか。大和物語の第161弾、1回目です。今日はここからです。拡大して読んでいきましょう。まず3文字、在中女。読み仮名はあり、ちう、しあうと書いてあります。で、次は2文字読んでみましょう。二女。読み仮名はてう。次はの。これはき。二文字さい。これはの。次はみやという漢字を崩したものです。読み仮名は2文字、みや。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。在中条二条の記載のみや。在中条は二条の記載のみやがとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは2文字、また。次はみ。2文字、かと。2文字、にも。2文字、つか。これは、う。3文字です。祭り。次は、たもうという漢字を崩したものです。2文字、はて。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。まだ帝にも都こう祭りたまわで。まだ帝にもお仕え申し上げならずとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まず2文字、たた。次は人。これはに。3文字、おはし。2文字、まし。2文字、ける。次はよ。読み仮名はよ。次はに。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。ただ人におわしましけるように。普通の身分の人でいらっしゃった頃にとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まず、よ。次は、は。これは、ひ。2文字、たてまつり。2文字、ける。これは、とき、という漢字を崩したものです。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。よばいたてまつりけるとき。求婚し申し上げたときとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まず2文字、ひし。次はき。これはと。次は2文字、いふ。これはもの。2文字、をこ。2文字、せて。2文字、書く。2文字、なん。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。ひじきというものを起こせて書くなん。ひじきというものを送って、それに歌を添えてとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まず2文字、おもひ。2文字、あら。次は、は。これは、む。2文字、くら。次は、の。2文字、やと。次は、に。これは、ね。2文字、もし。2文字、なん。これは、ひ。2文字、しき。2文字、
もの。二文字、二波。これは袖という漢字を崩したものです。読み仮名は二文字、ソテ。次は、を。これは、し。二文字、つつ。これは、も。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。思いあらば、むぐらの宿に寝もしなん。ひじきものには袖をしつつも。もしも私のことを思ってくださるのでしたら、むぐらの生い茂るあばら屋で必ず一緒に寝たということもありましょう。敷物としては、互いの衣の袖を使いながらでも、となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まず、と。二文字、なん。次は、の。これは、たもという漢字を崩したものです。二文字、へり。二文字、ける。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。と、なん、のたまえりける。と、おっしゃった。となります。次は、ここからです。拡大して読んでいきましょう。まず、二文字、返し。次は、を。これは、人。二文字、なん。二文字、わす。これは、れ。次は、に。そして、け。次は、る。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。返しを、人、なん、忘れにける。返事の歌を、人は忘れてしまった、となります。今日はここまでです。それでは皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。